吉さん、い,やむちゃいいですねいやなんかね、動画を送ってもらったじゃないですか。で、見ながらね、私もね、おお、これよ、よくこのアイディア出してくれたみたいなのがね、結構ありました。で、今回の返信動画なんですけども、ちょっと勝手ながらね、私がまとめさせたものもありますけども、ちょっとまあまあまあ、最初はアイディアをいっぱい出していきましょう。見てください。まず一つ目、ファッションショーですよね。やっぱりね、空手着を着たりとか、私だったらカンフー着を着たりとか、それから上半身裸のね、 ボボクククシシンンググスタイル、キックボクシングの,その、なんですかもう自分の身をコテコテに決めてね「もう北斗の拳」のケンシロウみたいなそんなもうファッションショーですよまずは。ファッションショーで写真をパリッとかっこいいの撮ってそれでなんかねあのその気になるみたいなのも当然格闘技の中のエッセンスとしてあってもいいんじゃないですかたまにあロゴをつけてそれなりにこう見せたりとかね。 格闘技界に新チャンンピオンを現れるみたいなこうテクスチャーをつけて1枚の写真を投稿してそれをお互いにねこうなんかこうたたえ合ったり笑い合ったりとかするそういう関係から始めてもいいと思うんですよですんであのまずはね画像で自分のかっこいいファイティングポーズを撮るそのためには体も鍛えていかないといけないよねっていうこういうモチベーションの誘導の方法ってあると思うんですよそれから似たような感じでショート動画のこう投稿ですよねショート動画勝負ですよショート動画っていうとああのの私ねあの あの武術で中国武術であのショート動画をたくさん見てるんですけども中国の方が自分のトレーニングのショート動画を撮ってるんですよというのがね中国武術の技って早いんですよ一つの技相手からこう絡まれた時にパパパパって返して本当にね0.5秒か1秒で技が終わるんでショート動画向けなんですよねでそういった技をゆっくりと分解するために道場にいらしてくださいみたいなねリモートでトレーニング受けてくださいみたいな誘導があってこれがむちゃくちゃいいなと思いますんでいきなりそこまでいかなくてもショート動画をなんかその 会員さんがね、みんなで上げていって、それで、えっ、ー、と、マスターがね、マスターって言ったら師匠がね、これ、吉田に、あ吉田に当たるかもしれませんけども、評価して、こういう風な角度でつけたらいいですよとか、その時の腰から下の動きはこういう風にした方がいいですよっていう風なアドバイスをすることによって、あの、会員さんが上げたショート動画を、こう、コンサルしていただいて、次にもう一回上げた時はもっと良くなってるみたいなのを、どん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 繰り返していくみたいなね。えー、そういう風なのも面白いんじゃないかなと思います。そして、三つ目なんですけども、シャドーボクシングコンテストね。 私もシャドーボクシングねやってみたんですけどもまずはね足腰がしっかりと強靭でないとシャドーボクシングって10秒できないですねだからシャドーボクシングをするためにウォーキングが始めて軽くランニングをして縄跳びをしてそれでやっと数ヶ月後にシャドーボクシングの格好ができるんですよねシャドーボクシングは下半身が当こうきっちりと埋まってないとどっか怪我しててもいけないですしちょっとお腹が出てもうまくいかないんで結局トータルで自分のコンディションを整えるようなトレーニングになっていくんですよね だからシャドウトレーンシャドーボクシングが1分間できるっていうことはその1分間のファイトができるってことに相当するぐらいだというふうにあ私は思うんですけども多分あんまり間違えてないと思うんですよ。1分間のシャドウボクシングっていうのははっきり言って実際に相手がいるそのストリートファイトをするのと本当に変わんないですよね。それでいててシシャドーボクシングのレベルが上が上ってくると いろんなライバルを想定してそれに対してパンチが来たキックが来た避けてこういうふうな交差法だ技だあ組手だとかねキックだみたいなのあったりとかして結構シャドーボクシングって面白いんじゃないかなとそして怪我のリスクもないですねうん。でこういうことをね ややっっぱり取っ掛かととししてやっていいいいいければこればこは参加したい方多いんじゃないかなと思いますよねその上で本格的なレッスンそれからあのファッションショーとかショート動画投稿勝負とかねシャドーボクシングコンテストで勝つためには有料のオンラインサロンに入りましょうみたいなの当然あると思いますんでこれはいいじゃないですかすごく。で私が思ったのはねあの新しい YouTube チャンネルできると思うんですけどこれはねたくさん考えられるアイデアの一つですよアイデアの一つとしてファイトクラブっってあったでしょあのガチンコファイトクラブっていうのもあったし ブブララッッド・ピットトののファイトクっっていうのもあったし、それからあの最近でしたら亀田さんがやられている最高ファイトクラブで3150ファイトクラブってあってファイトクラブって結局そういうイメージだと思うんですよ戦う男のイメージねでここに RE ってつけてリファイトクラブっていうのはこれは検索にもかかりやすいかなと思うのとあとファイトクラブってイメージがあのまあそういった気持ちの男性にはもうでにあるんであリファイトクラブってもしかして格闘技系のみたいな感じで あの、誘導には向いてるんじゃないかなと思うんですよ。その上でサブタイトルとして、えー、中年男性向けオンライン格闘技ジムみたいなのについたら、これはもう、なんかね、言うことなしかなと思います。たくさん出てくるアイデアの一つとして、リ・ファイトクラブっていうのはどうかなっていうふうに考えてはおりました。えそして、あのー、あの何ですかね、微笑みサイコクラッシャーっていうのはね、まあ、とってもいいキャッチコピーだと思いますけども、これは重吉さんのことを語るときには欠かせない、あのー、キャッチコピーだと思いますけども、ズバリリングレームが欲しいんですよ。ね。例えば、 マスター Z とかね Z って書いてマスター Z とかねでマスターなんとかなんとか師匠とかね Y 師匠とかねこのバシッとなんか僕らがね生徒さんが呼べるようなタイトル Y 師匠よろしくお願いしますみたいな感じで、ね、マスター Z よろしくお願いしますみたいな感じでもう本当に故障として呼べるものがあったらいいかなと思うんですけども重義っていう名前でも悪くはないんですけどももっとなんかねリングネームっぽいやつもうズバリと名前そのものじゃなくってタイガーマスクみたいなね もうその言葉がブランドになるようなやつを考えていければいいかなと思いますね。そうするとあの多分ね。修業医さん自身もそういう風な呼ばれ方をすると、なんかこう意識も変わってくると思うんですよ。で、色々とお話しましたけども、これね。新格闘技っていうものを作るつもりでスタートしていければなと思います。格闘技って結局ね。ファッションを格闘技のファッションを語るコンテンツってのもあっていいと思うんですよ。本当に。 だってかっこいい姿を見せたくってやるわけで実際に誰かを傷つけていきたいっていうわけじゃないと思うんですよね。やっっぱりここのの格闘技の雑誌ででも表紙がもがうかっこいいわけですよね実際に強いのもかっこいいんですけどあと北斗の拳の,の単行本の表紙だって一番いいとこ出てるわけじゃないですかこうやってわーって倒してるところとかね。まあ、そういうような感じであの格闘技っていうのは実際にリングで戦うばかりじゃなくって。その 強そうううなかっこい,いファッションに身をまとうってでも昔で言うと暴走族がね特攻服をこう着てなんかうんこ座りしてねバイクと共とにこうやって写ってるようなもんなんですよ、まあ、ですんで私の場合はもしねこのファッションショーができるとしたらあのお寺とか神社とか仏閣に行ってカンフー着を着ながらねでなんかこうグローブしてこうやって写ってみようかなと思いますよファイティングポーズとかね技をこうやってね。 こう組んでるとところとかね、まあ、もちろん対戦相手がいたらもっといいんですけどもしばらくは1人になりそうなんですけどもね、まあ、そういったような,なんかかっこいいなんか戦えそうな中高年っていうのを見せたいなっていう欲求自己満足の欲求を満たすようなそんなコーナーになればこれまた格闘技の別の道が開けるんじゃないかなと思いますそういう意味で新格闘技この新しい格闘技を作るっていう意味でね戦って勝つ以上にもっともっと私たちの中年男性を勇気を支えてくれるようなねでかっこよく生きていきたいみたいなその 道徳とか精神論もここによって整うるんじゃないかなと思うんですよ。いかがですかね <laughs> なんかやりとりむちゃくちゃ面白いですね。なんかね、なんかね、新しい格闘技作るつもりでやっていきましょう。いってらっしゃい。